さん生きてる意味あんすかみたいな <laughs>。生きてる意味あんすかあるんすかに転出しときましょうか。そう。そう聞いて意味あんのっていうね。まあそもそも生きてる意味あんのみたいな <laughs>。もう意味なんかねえよみたいな。全部意味ないよみたいな。うん、まあな、なんすかねまああのー、あ、あれですね。 今度、まあまあ、多分まあ、ね、億万長者合宿をまた再開するっていう、まあリアルでやるっていうことは当分ないだろうし、まあ僕は今やる気はそれはないので、僕自身がないし、まあ久保さんも直近ではないだろうし、うん、まあ万が一ね、あの、久保さん <laughs>、あの、億万長者合宿に参加して稼げるんですかって聞いてきたら、 それ聞いて意味あんすかみたいな <laughs> それ聞いて意味あんすかみたいに僕が堀江さんのセリフを使ってもいいかもしれないですよねで僕はそのまあその質問のその質問の意味について解説をするっていうねそう逆に <laughs> そのリアクションを見てそれをもし聞いてきた人がいるとするならばその質問して意味あんすかみたいなっていうふうに 回答した後お客さんのリアクションをもとにまた今度膨らましてまあそれなぜそういうなんすかあの逆に質問返しをしたのかっていうそれをその質問意味あんすかみたいな <laughs> まあねあの自由にやればいいんじゃないですかね <laughs> 行きたいようにうーん なんかまあねいろんな人生がありますからあのー、いろんな人生でいいと思うんですよ、うん、世の中には別にお金がなくても幸せに生きてる人はいますからうんただそのもっと収入が上げたいとかね少なくてもその億万長者合宿に参加しようと思ったっていうことは少なくとも今の お金に満足してないだろうし、今の収入に満足してないと思うんですよ。で、なんかこうなりたいみたいなのがあるはずなんですよね。まああるから、まあそういう質問もしただろうし、あの、少しでも参加したいなと思ったから、まあそういう質問したんだろうけれども。いや、だったらやればいいじゃんっていうね。うん。逆を言うと、あの、もっと、まあ今の質問会社だと多分通じないんで、 億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかに対して聞いていいですかと。なぜまだ億万長者になれてないんですかと。<laughs> なぜ億万長者になれてないんですかと。億万長者になりたいんですよねと。なんで今億万長者じゃないんですかみたいな <laughs>。この質問もポカンとするでしょうね。わかんない人にからすると。億万長者合宿に参加したら、なんだ。あの、億万長者になれるんですか なぜ今億万長者じゃないんですかと。そもそも、ちょっと聞いていいですかと億万長者が。億万長者になりたいってことですよね、それって。なんで今億万長者じゃないんですかと。あの、まあ、もっとちょっと分かりやすく言うと、起業したら成功できるんですか。え、起業したいってことですよね、と。それって。起業して成功したいってことですよね、と。なんか社、あの会社作って、なんか、やりたいってことですよね、と。 えなんで会社作ってないんですかと。なんで今起業してないんですかと。<laughs> もう一度言いますねと。起業したら成功できるんですかつまりそ、その本質、その質問の深掘りをするならば、起業して成功したいってことですよねと。起業したら成功できますかつまり、起業して成功したい起業したいってことですよねと。 今の会社員じゃない、嫌なんですよねと。じゃあなんで今起業してないんですかと。なぜ今起業してないんですかと。起業してなかったらそ、その、成功もクソもないですよと。でも、じゃあこの質問をするとね、いやいやと。成功するかどうかわからないから、成功するかどうかわからないから質問したんじゃないですか、みたいなね。逆に僕も質問したいんですけど、起業せずに起業で成功できるんですかっていう。<laughs> 終わりなき戦いですよや、ね、<laughs> いやいやだから何度も言ってるでしょと何度も言ってるじゃないですかといやその成功できるんだったらもう起業してますよみたいな「いやいやちょっと待ってください」と起業してないのにどうやって成功するんですかみたいな <laughs> ずっとやり取りする <laughs> いやそう,そういうのそういうのを聞きたいんじゃないんですと 成功できるのかできないのかっていうことを聞いてるんですと。え、じゃあ別に成功できれば起業しなくてもいいってことですかみたいなね。<laughs> じゃあ成功って何すかみたいなね。<laughs> あなたにとって成功って何なんですかみたいなね。<laughs> いやー、尽きないですね。そう。尽きないですね。だからやっぱ結局はやっぱ自分で答えを出していかないといけないんだよね。そんなのは。 うーん自分で答え出せって話なんですけどね。はい。まあ自分で答えが出せないから聞いてるんだけどね <laughs>。いってらっしゃい。